こんにちは。今日はシュプリーム2022年 SS ウィーク3バーバリーコラボですね。こちらちょっとね、見ていきたいと思います。まあレギュラー商品のドロップリストも出てきたんで、そちらの方もね見ながらちょっとお話ししていきたいと思うんですが、やっぱりなんといってもバーバリーコラボっすよね。今回は結構前々からリークで出てたんで、ちょっとねまだかまだかと待っていたような感じなんですけれども、最初のねリークの画像と若干商品のね仕様が違ってたんで、まあこれはね僕的にはかなりいい方にコートであったりとかっていうのは変わったのかなと思います。では早速ですね、レギュラー商品からですねちょっと簡単に見ていきたいと思うんですが、レギュラー商品ですね今回ちらっと見てるんですけれども、そんなにね欲しいのはないかなといったところで、まあこのゴッツチルドレンビーニー、これがちょっとなんかね合わせ方によってはねかっこいいなと思うんで、これがちょっとね最悪買えなかったらこれの黒かいいかなと思います。できればこのシュプリームってロゴだけでもね良かったのかなと思うんですけれども、まあまあ被り方によってはすごいかっこよくなるのかなと思います。ただ一歩間違えればもしかしたらなんかちょっとファッションセンター系になっちゃいそうな気もするんで、この辺はねちょっと気をつけたいなと思うんですが、これちょっとね商品がね発表された時にこれはねなんかまあ可愛いのかなと思って見てました。今回はそれぐらいですね。フーディーや T シャツもちょっと今回は興味ないかなって感じなんで、早速そのままバーバリーコラボですね、見ていきたいと思います。はい、早速バーバリーコラボを見ていきたいんですけれども、商品かなりね、豊富だなっていう印象です。今回思ったより数出たなと思うんですが、レザートラックジャケット、レザートラックパンツ、シルクのシャツとシルクのショーツ、こちらがですね、バーバリー限定となっているようです。おそらくで、ね、一番人気になるのはこのフーディーであったり T シャツかなと思います。ボックスロゴですね、まあ、だと思うんですが、まあまあこの辺はねおそらくまあなかなか買えない商品だと思うんですけど、僕はあまりねこの辺は正直あまり興味ないかなといったところです。気になるのはですね、まあ、一番気になるのはこのレザーカラートレンチが気になってるかなって感じです。どのカラーもねかっこいいとは思うんですが、まあルック見たらねピンクとはかっこいいんですけれども、まあ買うとしたらねこのバーバリーらしいベージュがいいのかなと個人的には思っています。まああとはね価格の問題ですよね。なんか合わせやすそうな商品だなと思いますし、実際なんかその、なんだろう、形もこの思いっきり超トレンチじゃないし、まあ、ステンカラーコートほどシンプルでもないし、なんだろう、これバブアの長いやつ、バブアのボーダーみたいな感じになってるんで、こうストリートにも合わせれるし、綺麗めにも合わせれるんで、これかなりね、いいんじゃないかなと思います。まあ、ただ背中にがっつりバーバリーって書いてるのと、シュプリームのロゴあるのが、ちょっと、まあまあまああまり好きじゃないかなって感じですね。これはなくてもよかったかなと思います。その品質ですよね。そのバーバリーのコートの生地目というか、バーバリーの作りなのか、それともシュプリームで作ってバーバリーの名前が乗っかってるのかっていうところがねちょっとかなり気になってるところなんで、まあ、それがねバーバリーで作ってるんであればかなり熱いのかなとは思います。まあ、どっちで作ってるかっていうところですね。僕もそれは分かんないんで何とも言えないんですが、あと価格なんかバーバリーのコートって20万ぐらいするイメージなんで、まあ、ステンカラーとかねトレンチコートとかって多分それぐらいすると思うんですけれども、どうなんだろう、まあ、10万とか切ることはないのかなと思います。10万切ってたので間違いなくねもう狙っていこうかなとは思うんですけれども、どうだろう、まあ、自分がそのストリート系以外の時にもうねバーバリーのコート、あのバーバリーのその古着のあのステンカラーコート結構オーバーサイズで着たりしてるんですけれども、まあ、そういったサイズ感はどれぐらいのサイズなのか、多分 S、M、L 表記になったら M なのか L なのかでちょっとどうなのかなと思ってます。めちゃめちゃでかい感じで着ても嫌ですし、かといって普通にタイトで着て M サイズとかできっちり着る感じもちょっと今の気分じゃないんで、その辺が気になるコートかなと思います。まあ、でも一番この中ではかっこいいというか一番熱いなって思いました。まあ、本当に20万とか超えちゃったらもうね、あの普通のステンカラーコートとか買った方がいいかなと思ってちゃうんで、もうそれぐらいいっちゃうともうおそらく買うことはないかなと思います。バーバリーの本当定番の商品と同じ金額だったらもう全然買う気にはならないなと思います。で次はですね、シアリングカラーダウンパファージャケット。シアリングカラーのバーバリーチェック柄のパファージャケット。バックに両ブランドの刺繍がついてますよってところなんですけども、これはストリートの服装にも合わせやすいんで、この辺はコートよりは人気あるんじゃないかなと思っております。まあ実際ね、合わせやすそうですし、本当ストリートの格好だったらね、絶対こっちの方がいいのかなと思います。ただチェック
のやつすごい単品ではすごい可愛いんですけど、これ合わせると難しそうなんで、無難なブラックがいいのかなと思って見ています。まあせっかく買うんならこのベージュと黒と赤、なんて言うんだろう、これバーバリーチェックっていうのかな、ノバチェックっていうのか分かんないですけど、この辺買った方がまあバーバリーらしさはあるのかなと思います。ただね、自分が買うんなら黒かなと思います。で、次がですね、またジャケットですね。デニムトラッカージャケット、これもなんかね人気出そうな、待って、これもっていうか全部人気出るんでしょうけど、まあ、バーバリーっていうのとシュプリームっていうのがもうこうでっかく入ってるんで、これはもうかなりまあ好きな人は本当好きなんじゃないかなと思います。まあ、好きな人っていうか、こういうのがやっぱりシュプリームとかバーバリーとかってアピールされてる方がね人気出やすいのかなと思います。それに付随してパンツも出てるんですが、これは全く興味がないかなって感じです。まあ、このでっかい背中、まあ、どのジャケットに関してもそうなんですけど、このでっかい背中のロゴはですね、ちょっと難しいなと見ています。次はですね、ラガーシャツとデニムショーツですね。まあ、これもね、なんか、まあ、全く興味がないと言われれば興味がないんですけれども、まあ、ラガーシャツ自体も興味ないですし、ショーツも正直そんな履かないんで、まあ、ちょっとラガーシャツ自体がね、あんまりその、うまく着れる自信がないというか、まあ、ストリートに振れば着やすいのかもしれないですけど、普段着てるね、ちょっと綺麗めな感じとかではちょっとね、合わせづらい商品なんで、あまり買ったことが正直ないかなって感じです。なんでちょっとね、バーバリーとシュプリームコラボでもこれは狙わないなって感じです。でショーツもこれどれも合わせるの難しそうなんで、この辺はスルーかなといった感じです。次、デニムシックスパネル、あとクラッシャー、ハットとキャップですね。これはですね、ハットが気になるかなって感じです。ただロゴがねめちゃめちゃでかいんで、このロゴがなかったらって感じかな。ロゴがもうちょっと控えめであればよかったかなと思います。あとはね、どの色がいいかなって思うんですけれども、やっぱり合わせやすさ考えたら黒かなと思います。まあ、自分で買うんだったら黒ですね。ただ飾ったりとか記念でっていう意味を込めたら間違いなくこのバーバリーのチェックが可愛いかなと思うんですけれども、この柄ってね合わせづらいんですよね、個人的に難しい。なんでハットはまあ黒、まあ、キャップまあ、キャップはないかな。ちょっと思いっきりロゴ入っちゃってるんで、これはないと思います。あとまあ、スケートのデッキはですね、もう汚れたら、もうスライドとかしたらね、一瞬で消えるんで、なんでもいいんで、これも狙いはしません。あとは、そうですね。まあ、一番人気あるのがボックスロゴの T シャツと、パーカーですね。この辺はもう激戦で、まあ、この辺集中するんじゃないかなと思うんで、まあまあ、僕はね、これスルーなんで、まあ、コートとハット、この2点かなと思います。まあ、コートに関してはね、価格なんで、まあ、帽子だけ、まあ、せっかくコラボするんで買うかって感じになると思います。なんかリークで出てたねショルダーみたいなね可愛いなと思ったんですけど、それ出ないっぽいんで、今回はおそらく、まあ、そのコートとハットを狙っていきたいなと思います。あとはもうほんと価格です、マジで。これはさすがにほんと定番のステンカラーとトレンチぐらい来たら絶対買わないっす。そっち買った方がいいんで、長く着れる商品なんで、まあそういったところでね、どうしてもシュプリームで多分コラボして振っちゃうとストリートっぽくなっちゃうんで、まあそれでね、20とかってちょっときついなって感じなんで、もうちょっとカジュアルで着れる価格であったら狙っていきたいと思います。で、ハットもね、どれぐらいだろう、カンゴールとかでね、1万1000円ぐらいでしたっけ、確か。なんで、まあどうだろう、2万ぐらいだったらね、わかんないけど、それ以上になってくると絶対買わないかなって感じですね。って感じです。まあ、あとルック見た時に、このバーバリー限定で発売される方のこのトラックジャケットとトラックパンツ。これがね、かっこいいなと思いました。まあ、ただね、ちょっとオールレザーなんで、とんでもない金額しそうなんですけども、まあまあなんか見たらすごいかっこいいなと思いました。で、黒人の方とかね、来たらね、めちゃくちゃさらに映えるんで、この辺はすごい、まあストリート、まあ、スケーターの目線っていうところから行くとかっこいいなと思いました。まあただ実用的に普段着るかって言われたらね、おそらく難しい商品だと思って、僕はコートとハット、今回は狙っていきたいと思います。で、今週はおそらく、速報動画多分出せないと思うんで、まあチャレンジはするんですが、翌日ぐらいに動画出せればなと思います。撮れるかどうかわかんないんですけど、なるべく撮ったら次の日に出したいと思いますので、そちらの方もですね、買えたか買えなかったか気になる方はですね、チェックしていただけたらなと思います。ちょっとね、できなかったらちょっと申し訳ございませんって話なんですけども、まあまあ出す予定ではありますので、ご視聴の方よろしくお願いします。皆さんはね、何を狙われてるんでしょうか。おそらくボックスロゴ T シャツパーカーなんじゃないかなと思います。ハートとかもね、ちょっと狙いやすい商品だと思うんで、まあ、その辺変えれば、ほんといいかなと思います。まあ、その辺ね、もう、多分この動画見てくれる誰か、
数人でも変えれば十分かなっていうところなんで、僕もね次、まあ、毎回手動なんでほぼ変えないんですけれども調整していきたいなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。